ないだけで不思議な気持ちですね。なんかお昼朝かどっちも朝だったか、なんか久々感があります。こんちゃん、だって私なあのなんだっけスペイベの後、あでもスペイベの後昨日の朝やったのか、もうわけわからんくなってる自分でも。そうでも朝はね見られなかった方も多いだろうから、久々の方も多いんじゃないですか。皆様ご無沙汰しております。私の名前忘れてませんか。山本アンナです。あ、何お花、何かわいい、なんかお花がガラスの中に入ってるおしゃれなやつ、5億年ぶりくらいに感じる。え、何みんなさ、なんか氷の中にクマちゃん入ってる。松木愛さんありがとう、ありがとうございます。氷ちゃん、氷ちゃん、何全部氷に入ってるキャンペーンしてんの今、氷キャンペーン今氷キャンペーンしてるんだ、かわいい。今日はヨーグルト食べないっすよ食べないっすよ。すごい、なんか今日めっちゃ目の二重幅がすごい広いんだけど、いつもより多分もう目がポーンとしてるから。今氷キャンペーンありがとうございます。あでもペンライトは氷じゃないんだねペンライトは氷じゃない、だるまとかペンライトとかはハートとかは氷じゃない。えマイカのクッキーねマジで美味しすぎて全部食べちゃった、もうすぐ。でも美味しすぎてなんかちょっとずつ食べようって思ったのにもう一気に食べた、やば。美味しかったです、幸せ、ハッピーハッピーチルドレン。ペンライト凍ってたら綺麗そう。え、確かに確かにめっちゃ綺麗、絶対ペンライト。いやーかわいい、かわいい。え、めっちゃ美味しかったよマイカのクッキー、幸せ疲れ具合わかる子いるよね。何疲れてそうってこと私そうでもなんかね寝てないとね、あんまり二重幅がね広くなっちゃうんですよ。なんかこうやって多分なんかちょっとねあのね今ね二重幅いつもより広いですよねなぎの TikTok 可愛かったね。ああのバレンタインのやつ、バレンタインのやつね、なぎちゃんが頑張って編集してたやつなぎちゃんおめめそう、なんかちょっと今日はポーンとしてる、目がねあんま開かないんですよ今。そうここ数日間がちょっとハードだったから多分なんかこんな顔になってるけど、全然元気、めっちゃ元気なんだけどなんか目だけおかしい目だけがおかしい。そうね早く寝る今日。でもね今日はなんか今日も朝早くて、昨日ももうちょっと覚えてないんですけど、昨日も今日も結構早かったんですけど、今日だから仕事行ってでも終わったのがちょっと一旦1個目終わって終わるのが早くて、早いなんか朝今日も5時とかに起きて、そうでもだからもう早かったんですよ、なんかその終わる時代も。で一回帰ってきてちょっと一回仮眠取って一回寝てまた出かけたって感じ。え何曜日なんだろう、え分かんない、何曜日か知らないそれは別になんかいつでも知らないからいつでも今何曜日かね知ってないの私は、そう知らずに生きてる、何曜日でもいいや精神で生きてるから分からない。あでも明日のゆみちゃんが発売日なら火曜日だ、水曜日が発売日だから大体、うんじゃあ正解だ火曜日だと曜日はね、あんま関係ない人生において、私はね、みんなねあの関係ある方もいると思うけどね、私はねあんまりね人生において曜日はね関係ない。あでも SNS はちょっと気にしてるけど、たまにそんぐらいですよ本当に。MV 撮影大変だね、え MV 撮ってることになってる私ち
ょっとまだ撮ってないな、さすがに。アイスクリームは凍ってない。レグルさん、凍ったクマちゃん、クマちゃんが凍っちゃってるよ。ありがとうございます。いつオンエアですか MV？ いつオンエアか、まだ撮ってないからそれさえも分かんないや。さすがにまだ撮ってない。クッキーめっちゃ美味しかった、クッキーめっちゃ美味しかった。ポイズン買えなかった、生写真、アクスタ、アクスタまだた、まだか、アクスタみんなよかったらゲットしてね。生写真買えなかった皆さん。レポートあって春休みだって、お疲れレポート偉いよ。テレビ出演、何のテレビ出演しますか、させていただきますか。アクスタは買いましたって、ありがとう。アクスタ、あのアクスタかわいい。和幸さん、バラ、凍ったバラ、ありがとうございます。マイカちゃんは何して、マイカちゃん何してるんですかね。ちょっと練習してみましょうか。クッキー作ってんじゃない、もう作ってないかな、わかんない。クスタ買いましたって、ありがとう。お腹すいたの、お腹すくよね、人間だもんね。クスタね、可愛いからみんなもぜひゲットしてください。え、なんかキアラのあの謎の動画笑ったんだけど、なんか謎だった。スノーボード、スノーボーいいね、冬のスポーツだね、冬だ。てかスペイベアの話も全然してないですね。まあでもスペイベアね、まあ来れた方が限られてるか、あんま話してもちんぷんかんぷんの方が多いだろうからあれだけど。まあでもスペイベアの話は他のメンバーが結構もうやってたから、みんないっぱい聞いたよね。マイカちゃんもやってやだ。いおりさんないっす、知らない。知らない、みんな何してるか知らない。私が今誰々が何してるよって全員分言えたらすごない？今家でみんな携帯触ってるよ、今孤独オーラ入ってるよって全部さ分かったら天才やん。天才やん、天才やん。さすがに知らんかな、みんなの、みんなのこと。しょこちゃん知らん、みんな知らん。ショールームしてる子しか知らん。ショールームしてる子がいたらね、ショールームしてるよって言えるけど。マイクは髪染めるらしい、あ言ってた、なんか染めたいって言ってた。本当に染めるか分かんないけどね。染めたいって言ってたな。私は次何色、そろそろ、てか美容室、美容院行かないとね、最近あんま行ってないんですよね。だからちょっとプリンになってきたから、そろそろ行こうかなって思ってます。位置情報昔はね交換しとったけどね、なんか位置情報交換すると電波がすごいね、充電が減るんですよ。だからもうねしてない、みんな全員でやめた。え、もういいやってなって一時期ハマってたけどね。髪伸びた、そうね、結構伸びた気がする。どんぐらいが好きですか、どんぐらいがいいかな。今ぐらいもね結構好きなんだけどね、もうちょっと切ってもねあるよね、せっかくだったら。でもね次のねシングルも決まったから、どう髪型にするかとか全然まだ何も考えてないんですけど、うん、何にしようかな。ストレート、ストレート巻き、わかんない。わかんないですけど、ツインテールは100しない。ザ・フィフス大ハマり、嬉しい、ももかちゃん嬉しいですね。アンナちゃん明日朝配信するらしいよ。私が朝配信、明日、明日は朝配信しないよ、あ、ま、私じゃないアンナちゃんかな。
髪色明るくしよう本当。うんね、そんなに明るすぎない方がいいかなと思ってるんですよね。ちょっと自分はポイズンハマってる。ポイズンポイズン。チャ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 。ポイズンポイズン。ポイズンがある。でもねポイズンね踊るのめっちゃ楽しいんですよ。本当にね楽しかった。難しいけどでも楽しかった。え待ってタワー凍ってんの？ツッキーさん。ありがとうです、ありがとうございます。なんで凍ってるの？冬だから。何ホワイトデー違うか。あなんで凍ってるの今？なんで氷雪えなんで凍ってるんでしょうか。この季節バレンタイン終わって凍ってる、なんで凍ってるんだろう。でも可愛い、なんか氷って可愛いよね。氷の絵文字も私結構好き。水色の服とか着た時とか使いがち。氷最近ねなんかね絵文字をね可愛くやるのにハマってるのだけ。 LINE とかでも結構ねなんかまあ毎回じゃないけどたまにしか LINE せん時とか LINE せん人にとか、ちょっと可愛いなんか顔文字とかなんか絵文字とかの組み合わせつけちゃう。普通にいつも通りのなんか業務的な時の連絡は全くしないけど、たまに冬の氷漬けギフトなの。かわいい、かわいい、ありがとうございます。あの氷漬けタワーツッキーさんありがとうです。みんなでお揃いで原宿お寿司いつですかって、あスペイベで話してたやつね。いつ行ったんですかって言われたんかと思って、行ったっけと思って、絶対行ってないよなって思ってびっくりした。まずズッキーさんタワーありがとうございます。ズッキーさんのズキンズキンと心がチクチクします。ズッキーさんのきっとこれはズッキーさんに恋をしているのかなです。ズッキーさん、ズッキーさんタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ズッキーさん、まみたんまた話そうねん。あきららさんハートありがとうございます。違うよ、なんか数分でねありがたいことにワンピース完売したみたいで、そちらのワンピースを着てメンバー全員で原宿を歩こうとか、なんかお寿司を食べに行くみたいな話を1部と2部でスペイベのね MC で話してて、なんか私がダメですとかって言ってた、リーダーがダメって言ったみたいな話をスペイベで確かしてたんですよ。それです、その話だと思います。そうダメだよ、行く予定はないです。売り切れでワンピース買えなかった、みーちゅもみんな買えなかった。何着くらいあったんでしょうね、私も全然わかんないんですけど、でもなんか4分ぐらいだったんでしょ。そう、私が見た時にはもうなかったから。11人で歩くのはもう MV や、いや間違いない、ことは何人かこれからもうみんな私たちお揃いなんだ。そうでもね結構でもあったらしいよ、わかんないけど。そうでもねまた違う衣装とかでさ出たらいいね、私も楽しみね。指原さんもしのぶさんもツイートしてくださってたし、妹に買ってあげた、うん素敵なお兄ちゃんね、素敵ね、わかんないけどまた何か出たらね。でも男性も着れるデザインでとかもあったらいいね。いや男性も着れるんですけど今回のデザインも、でもこうなんかこうなんだろうな、同じデザインというかはこの衣装でそのデザインのパーカーとかさ、なんかね例えばだけどさあったらいいね。でもズルズル絶対欲しいな、ズルズルとか
うん、でもシトロンもね確かに夏に出したりしたら絶対可愛いだろうなってあるし、でもお姫様系の衣装も可愛いだろうなって思うし、難しいけどね。次はおじさんも着れるワンピース、かしこまり勝手に。だからそう、なんかなんだろう、レディースもメンズもみんながこう着やすいようなやつとかもね、いつか出たらいいですね。ウォンチュいいね、私もウォンチュ欲しいな。ウォンチュ可愛い、女の子絶対好きだよね。24/7ならおじさんも着れそう。真っピンクですけど大丈夫そう？真っピンクのスーツみたいな会社行ってくれる？髪飾りも欲しい。ああ確かに確かに、絶対可愛いね。でもさ、イコールラブっていう書いてあるピンとかさ、別にさなんかね、ラブだしさ全然使えるよね、普通に普段グッズっぽくないよね。え、だってスーツといえばスーツっぽい感じじゃん、あれ。スーツは会社やろ、面接とか絶対落ちるやんいやでもなんかそういう、こう人と違う個性が欲しい、個性がある子が欲しいですみたいな会社だったら受かるかもしれないですよ。でもなんかおしゃれなねやつが欲しいですね。ポーチとかもいいよね。いいね。あー、ウォンチューの時リボンあったね、あったあった、覚えてる。あの、ネクタイ、なるほどね。確かにお話し会ファンの方ね、 お仕事中ですって方結構いらっしゃる。スーツでそのままとかいらっしゃる時多いからありかも。可愛いなんかネクタイ、でも別にそんなめっちゃイコラブって感じじゃなくてもね、可愛いよねきっと。くまちゃん初めて来ました、ありがとうございます。前回お仕事中の悪い子でしたって嬉しいよ来てくれて。初見こうきさんありがとうございます。初見さん最近もね、たくさん初見さんも来てくださって嬉しいです。髪留めをタイ留めにしてほしい。ああなるほどね、ネクタイにあるやつね。確かに女の子は髪でもいいし、男性はネクタイにするでもいいみたいな感じで使えるのとかいいですね。ニコラブ最近気になりました、カワウソさんありがとうございます。嬉しみ嬉しみ。マカロン衣装、あー可愛いよね、ピンクと水色のやつね、可愛いですね。タイピン、ネクタイのピンね、いいね。私はあんまつけないけど、女の子だったら髪につけたらいい。コンパ受験生哲也くん頑張って頑張ってると思うけども、お疲れ様です。歌声が好きですって知ってくれてて嬉しいです、ありがとうございます。便乗しないでトモさんトモさん便乗してるでしょ今コメントに、知ってるんだからね。遊びに来たよって、遊びにいらっしゃい。遊びに来たよコメントが今続いてる、もっちゃんと庄司さんすごくない、遊びに来たよがしかもこんなにつなぐの、あれかな、定型文コメみたいなやつじゃなく、すごくないだったら。最近大人っぽくっていいねって、やった。なんかね今日ね、リサがね、私がたまたま前歩いとったらしくて、でも、まあ、結構離れとったんか分からんけど、アンナだと思わんかったんやって、うん、なんかアンナかなって一瞬思ったんだって。でもそれにしては背が高いなって思ったんだって謎にね、そうアンナかなって思ったけど背高いな、いつもより背高く見えたから違うと思っちゃったって言ってて、そしたらあアンナだったってなって、あれ私背伸びたんかなってなりました。ありがとうリサちゃんいやいつもと同じヒール履いてたからよく分かんない、まあちょっと離れてたからそう見えたんかな。ありがとうねリサちゃん、まあ、パンツスタイルだったってのもあるかな、分かんないけど
可愛かったよ、りさこも。飲み出せも遠くに感じてた。あ、でも私この前健康診断で測ったんですよ、身長。あのね、何センチだったっけな、149点。なんかあんまなんかそんな大して変わってなかった気がする。149点何センチだったっけ。今149点なんて書いてあるっけ。149.3 ぐらいになってたんかな、確か3ぐらいだった気がする。違うかな、 149.6?3 か6、え、なんだっけな、なんかね、どっちかだったんですよ。そう、まあでもさ、もうマジ誤差よね、さすがに。もう150って言っていいかな。いや、もう何センチって聞かれて、150って言おうかな。音楽はトワイスさん。確かに四捨五入したら150、だからいいんだよね。でもそんぐらいでした。でも結構イコラブ100何十何点何までさ、結構書いてあるよね。朝に測ったら高い。そうね、確かに健康診断朝だったっけな。でもね、夕方ではなかったよ。だってさ、なんか食べ物食べていっちゃいけないみたいなあるやん。そう、なんかね、健康診断は結構メンバーで行くんですよね。そういう日があって、行こないでね。でなんかもう順番にバーってなんかね、そのなんだろう、フロアはもう私たちしかいなくてっていう風にやらせていただいてるんですけど、バリウムは飲んだことない、まだ。人間ドックっていうわけじゃないけど、なんていうの、まあ、ちょっとした健康診断みたいな感じでこう毎年あるんですけど、身長測ったりとか、なんか血圧とか視力検査とかもしたりとか、いろいろするやつがあるんですけど、なんかね、メンバーとこうバーってもう一緒にみんな順々に名前呼ばれてみたいな、一個のフロアでやるんですけど、行って、まあ、もうなんか集合時間みんな一緒やけど、まあ、なんとなくさ、早く着く子とかおるやんか。そしたらどんどんやっていって、でなんか終わった人から終了みたいな感じなんですけど、なんか血を抜くじゃないですか。あの採血するときに、採血がすごい怖くて、しかもなんか一番だったんですよ。もうイコの合わせてこう採血から始まる子、身長から始まる子とかもそれぞれなんですけど、私たまたま採血から始まる子だったんですよ。しかもイコの中で一番プラス自分 の, その検査の中で採血が最初だったんですよ。そう、もうなんか北順で、まあ、結構早く私もついてたから、そう、それでなんか、まあ、カバンとかもみんな置いてメンバーで話してたんですよ。で、待って、もう採血やだみたいな、私がちょうど言ってた瞬間になんか採血のところで呼ばれたんですよ。はい、山本さんって。そしたら、へーってなって、え、待って、無理無理無理ってなって、そう、何どうしようみたいな。注射よりも怖くて、怖いというか、まあ、怖い、なんかね、ちょっと血抜かれるとちょっとさ、私もさ、体調がさ、そんな元気じゃなくなっちゃった時もあったからさ、めっちゃ 重症じゃないけど、まあ、ちょっとほんみたいな、だから怖くて。でとりあえずその時に隣にいたのが誰だっけな、マイ、あ違う、一人最初呼ばれて、私がへーみたいな、一番って言ったら、あの採血の方が、あ、後からにするみたいな、後からに回してもいいよみたいな、すぐ言ってくださったんですよ。まあでもこういつやっても一緒だし、もう先に嫌なの終わらせた方がまあいいかなっていうふうに思ったから、いや、やりますって言ったのね。ででも
もうね、もうメンバーとかもバーってみんなおる中でどんどんやっていく感じなんよね。だけどね、もうねメンバーを呼べるんですよそう、それでね最初ね、マイカーって呼んだんですよ。でマイカをここに置いてこうやったんですよね。で手をこう開いて出して、そしたら でもそしたらその瞬間にもうマイカが違うところのあれに呼ばれたんですよ。だからあバイバイってなって、じゃあ次目あった花って言って花呼んだんですよそう、そしたらまた次はい大場さんってすぐ呼ばれて、そうそう、なんなんこのタイミングってなって、でもその採血は2人ずつできるみたいな感じで、ちょうどその花が呼ばれたのがもう一人の方の採血だったんですよ。だからまあ隣だったんですよ。だから花と、隣り合わせで頑張ったそう、私に召集されまくるのいみちゃんを置くのはちょっとなんかねあれじゃん、先輩なのにだからイコラブの目あった人誰でもいいかな、とりあえず来て来てってやって隣に置いておくっていうスタイルです。そうでもね結構最近慣れてきて、そうなんかねインフルエンザの注射の時もなんかね近く隣にメンバーを置いてる時と、でも一人でやってる時とっていろいろあって、なんかお医者さんによってはなんかそう最近とかはやっぱ一人で受けないといけなくて、なんかその打ってもらうところに入るのは一人じゃないとダメになっちゃう時とかは一人で頑張ったりしてるで、そうでみんなで頑張って終わりました。っていうね、あの健康診断エピソードそう、それでみんなで身長を何センチだったってみんなでそこで話すの終わったらおもろいよね。誰もなんか全然さ謎だよね、健康診断エピソードいる必要っていう謎のエピソードなんですけどっていうね。でも最近ねあれでした、慣れてきた注射に、注射に慣れてきた。確かに健康診断の話あんま しないよね。毎年健康診断をねしてます。健康診断の後は、うん、食べるよ。だって食べてないじゃんその前までずっと。でもまあ気楽だよね、もうメンバーしかいないからさ、メンバーとかマネージャーさんとかしかいないから、そう一般の方はまあその時はいないから、もうなんかバーってできるから。え、視力悪くなってたんだよね私、どっちかがショックだった。健康診断行こうみんなそうコンタクトのどうやってないって言ってたじゃん、その通りだった、その通りでした。でもね元気だったよ私の体は元気でしたよきっと、わかんないけど。でもなんか体重とかもめっちゃ測るってわけじゃないから、なんか1年前とか2年前とかのそのなんだろうデータも全部ね、その身長とかも全部その同時に見れるんですけど、それを見るとあこの時より痩せてるんだなとか、あこの時が一番痩せてるんだなとかね、わかる。体はうん元気、健康第一だよって。そうだね、
それはだって体重ってでも食べたら普通にね少し重くなるでしょ。朝とかだったらさ何も数時間ずっと食べてなかったりしたら痩せてるし、それはね人間だからそうでしょ、みんな当たり前に。クマちゃん、あ、凍ってないこの子は魔法で凍ってんのかしらアイドルを人間だと思ってないのみんな、わかんない。アイドルで人間じゃない人もいるのかもしれない、妖精さんみたいな。でも私は人間だから私は人間だから、人間じゃない方もいるのかもしれないよ。私は別に人間、天使とか妖精さんとかいらっしゃるかもしれないけどね、私は全然人間なんで、うん、みんなと同じなんで、同じだと思っていただければ嬉しいです。アナは天使なんかじゃないです天使の歯全く見えませんね、私からは。人間です。人間って何？わかんない。わかんない。いいよ、別に自分が天使だと思ってる方は天使でいいと思うし、人間って思ってる方は人間でいいと思うよ。わかんないけど。私は全然人間です。AI 欲しいね、自分の。みんな自分の AI やったらすごいよね。バリバリの広島人です。せやでーせやでーとか言ったら関西人やんなやんなーって関西人じゃんねそうなんよ、あのね2公演スペイベアでやったじゃん。次の日から筋肉痛なんですよ。もう次の朝からまあ朝もう次の日の朝から筋肉痛来てたからまあいいんですけど、まだでもあのねなんだっけ、膝じゃないな、ももの表がすごい筋肉痛で、それをなんかマネージャーさんに言ったら、サナも同じ場所言ってたよって言われて、やっぱりねってなってた。そう、なんか昨日サナはそれを言ってたらしくて、私は今日会ったマネージャーさんにそれを話してたら、階段降りるのが痛くて、そう前ももがめっちゃ痛くて階段降りるときにやばいみたいな、もう階段降りるのきついって言ってたら、サナも言ってた、ここのももが痛いんですよって言ったら、うん同じ場所サナも言ってたってマネージャーさんが言ってた。落としかな、アナちゃん天心しか見えない、眼科行った方がいいか、うん早急に早急に。はなちゃんがなんちゃらの筋肉がすごいって言ってた、筋肉痛だったの。はなはどこが筋肉痛だったんだろう。みんな同じ筋肉使うのね。そうだね、すごいね、なんか人間って感じだから天使、あそうや、天使も筋肉痛になるんよ、天使も人間も筋肉痛になるんよ。アンナお尻の筋肉がすごいって言ってた、あそっち、あそういうこと、私の話、ハナが筋肉痛になった話じゃなくて、あーねよく言われる。でも別に何もしてないんですけどね、私特に、まあ、ジムで一時期その鍛えてはいたけど、別にでも特に分かんない。褒めてくれてた、嬉しいわ。うんそうなんや、うん、メンバーいつも触ってきます力入れてって言ってきて、え今これ力入ってんのとか言ってくるそうよって言ってなんででしょうね、私も分かんないです。聞きお尻できる、私はメンバーの分かんないけど、
私のはみんな当てられるんじゃないかな。わかりそう。わかんない自分じゃ。まあ、何天使にお尻の話ばっかさせないで。みんなが天使って言ったんでしょ。私は人間だけどね。花ちゃんこれからお尻に力入れてダンスするって言ってたよ。別にお尻、私お尻に力入れてダンスしてんのかな。わかんないけど。でもね、昔の自分の踊ってる映像、全然イコラブ入る前、小学校とか中学校とかの映像とか見たらね、なんかね、なんかね、体がすごいね。あ、でも筋肉とかすごい、腹筋とかもあるし、なんか腕とかの筋肉もめっちゃある。そう、なんかこういう振りとかしてる時にここがめっちゃ、なんかめっちゃ筋入ってんの。めっちゃ綺麗やんって自分で思ったもん。もう今は無理だけど。昔はね。そう、まあしかも肉もついてなかったからガリガリだったから、昔はね、昔の話ね、これ。そう、だから筋肉みたいなのがすごい、なんかなんかすごくて自分でも引いた。中学生ぐらいかな、小学生とか中学生ぐらいの時、昔はね、だから。でもちっちゃかったから、もう余計チビチビだったからね、余計おチビちゃんだったから、昔はね。いやもうね、体がね、思うように動かへんわ。思うように動きません。中学生最近ちゃいますで、もうね、いっぱい前。ふっかちゃん初ショールームいらっしゃいませ。24ね、世間的にはね、24はまだ若いってことは分かってるんだけどね、アイドルの中だとね、お姉さんの方じゃないきっと。シナモロールピア、あ、ここに持ってきました。ちなみに、じゃん、ついでにこのタイミングで宣伝し始める人。でも本当にね、可愛いの。この中に私とミーヤと花の3人のインタビューとかお写真が載っておりますので、ぜひ皆さんチェックしてください。だらー、これに、そしてついているのがこちら、じゃーん、かわいい。この毛触りがね、超いいのよ。シナモンくんのグッズといえばこういうね、モフモフでね、もうすっごいいいの。そうで、こういう感じでパスケースになってます。ヒューって感じ。あー、今の耳見た。かわいい、こんな感じになっております。で、その中が入るようになってて、後ろもこうなってて、ここのね、なんていうの、ラベルみたいなやつも可愛いんですよ。だからぜひ、寒っ。急に。ぜひゲットしてくださいね。そう、ピアスにしても可愛いかなって、2個買って可愛いんですよ。でも普通にこのパスケースとして使ってももちろんいいですし、でも普通になんか小物入れとかとして使ってもいいですし、まあ普通にね、もったいないから飾るっていう場合はこうやって、こう、なんだろう、お部屋の可愛さとして飾ってもいいしみたいな感じですね。こんぐらいの大きさでございます。ピアスにするとこんな感じ。そう、アクスタ入るのかな。アクスタ、チビな私ぐらいしか入んないんじゃない。いや、さすがにアクスタ私でも入んないんじゃない。私でも入んないかもしれないけど、ぜひゲットしてみてください。明日テストなの？頑張れ。でも私も今からね、やらないといけないことあるの。だからちょっと早めに今日は終わんなきゃ。
いけないんです。だからもうちょっとで終わる、半に終わろうかな。私もまだちょっと今日これからやることがあるので一緒に頑張りましょう。ワイも宿題があるので、宿題2個ぐらいあるよ頑張ろう。みんなもだから一緒にね頑張りましょうね。卒論私は卒論じゃないけど、卒業じゃないのでは普通に夜配信します。締め切りは守らな守らなあかんへんで。アンナの日ありがとうみんな。そして15日だから今日はいちごちゃんのアンナの日。いちごニコラ袋更新されたらしいよ。あ違う、3個あるわ宿題、今3個ある学生課程アンナの日のハッシュタグ見るね。みんなのアンナルームは見てるよ毎回。めっちゃ課題あったわ。そう、算数ドリルと漢字ドリルと英語ドリル楽屋の映像で出た。あん、おった。今回おらんかった。今回のイコラ袋見たら元気出るよ。ほんと？私も見よう後で。じゃあそろそろ今日は終わりたいと思います。13位から読みます。13位がタケルン、12位がジッスン、11位がユーシスさん、10位がハルさん、9位がイトパンさん、8位がトモ、7位がレグルスさん、6位がアキララさん、5位がユカリン、4位がマツケンさん、3位がタクワン、2位がサシナユイさん、1位がズッキーさんです。ズッキーさんタワーありがとうございます。凍らされた。え、アンちゃん本舗さん今さ、ランダムじゃない、こうやってパッて押したらさ、あんちゃん本舗さんっていう方のさが出たんだけどさ、私のさ恋中の時の服にさ、なんかさ あのバブちゃんのやつつけてて笑ったんだけど写真みたいなやつねこうやってなんかなんだっけあれつけてたバブにしてた私をおもろランダムいきます。1人目リュウさん、2人目モリカさん、3人目ユメさん、4人目マサッキーさんです。の4人がランダムです。それではじゃんけんします。せーの、じゃんけんじゃんけんじゃんけんパーン、いちごおやすみとボール弁当箱、バイバーイ、さよなら、バイバイ。